マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオサンシャインスーパーマリオサンシャインは2002年7月19日にニンテンドから発売されたニンテンドゲームキューブ専用ゲームソフトまた2020年9月18日にニンテンドから本作とスーパーマリオ64スーパーマリオギャラクシーの3本をまとめたスーパーマリオ 3D コレクションが ニンテンドースイッチ専用ソフトとして2021年3月末までの期間限定で発売されている。前作、スーパーマリオ64のシステムを踏襲した続編的作品で、マリオが南国のリゾート地、ドルピック島を舞台に様々な冒険を繰り広げていく。ゲームキューブの性能を生かした緻密な水の描写が特徴的で背中に背負った。 ポンプで水を放射するなどの水を駆使したアクションをゲームの中心に据えている。前作同様、箱庭を探索するステージ構成となっており、ゴールは特に決められていない。この作品を最後に長年スーパーマリオシリーズで音楽を担当してきた近藤浩二はメインコンポーザーを退き、以降は監修や一部の作曲などでの参加のみに留まっている。 2020年9月18日に、スーパーマリオ64、スーパーマリオギャラクシーと共に、スーパーマリオ 3D コレクションとして、ニンテンドースイッチから発売。なお、タハードでの移植がこれまでなかったため、タハードでプレイできるのは、本作が初めてである。物語はマリオがピーチビメたちと共にドルピック島という南国の島をバカンスで訪れるところから始まる。 マリオたちが乗る王族専用の飛行機がドルピック島の空港に着陸しようとしていた。しかし不思議な力を持つ絵の具の力で落書きされた滑走路の中心部が陥没したために危うく着陸を失敗して事故を起こしかける。空港で出会ったポンプと共にこの問題を解決するマリオであったがそこへ警察官が近づいてきてマリオは逮捕されてしまう。 それというのも、ドルピック島ではあちこちで同じような落書きと、それに伴う被害が、発生等の守り神である光の象徴、社員たちが逃げてしまい、太陽の光が十分に届かない事態にまで発展しており、島の各所でマリオにそっくりな人が落書きをしていたという目撃情報が寄せられていたためである。 裁判でも、ピーチ姫たちの意義も却下され、無実にもかかわらず有罪判決を受け、島をきれいにするまで島を出てはならないことを宣告されてしまう。マリオたちは潔白の証明と島民たちのために、落書きを消しながら、社員を集め、真犯人を追うことにする。途中、偽マリオによってピーチ姫がさらわれてしまい、さらには、偽マリオの正体が、クッパの息子であるクッパジュニア。 であることが発覚する。クッパジュニアは、クッパからピーチ姫はクッパジュニアの母親であり、悪人であるマリオにさらわれたと吹き込まれており、今回の事件はクッパジュニアによるピーチ姫の奪還作戦なのであった。最終的にマリオたちは、クッパたちとコロナマ運転の奥で決戦を行い、撃破する。本来の明るさを取り戻したドルピック島でポンプを交えて、 改めてバカンスをやり直すマリオたち。一方、クッパは、クッパジュニアにピーチ姫が実際には、母親ではないことを告げようとするが、クッパジュニアはそれを知っていたことと大きくなったら、またマリオと戦いたいことをクッパに話す。クッパは、息子の頼もしさを喜ぶが、今はゆっくり休もうというのであった。モンテ族やマーレ族が住む、イルカの形をした南国のリゾート地。 中心にドルピックタウンという街があり、そこがマリオ64のキノコ城と同じ役割となる。地名はすべてイタリア語の単語から来ている。操作は前作とほぼ同じであるが、ヘッドスライディングやポンプアクションが追加された代わりにパンチ、キックなど従来の一部攻撃アクションが削除されている点も、今作の特徴として挙げられる。ポンプを用いて落書きや汚れを落とす。 放水攻撃などができる。ポンプのノズルは変更可能で、それぞれのノズルによって能力や効果に違いがあるため、場面ごとの使い分けが非常に重要になってくる。このため、他シリーズの変身、マリオの要素は概ねポンプのノズルチェンジ能力に当てられている。ダメージを受けると、画面右上にオレンジ色のライフメーターが出現して、ダメージごとに減っていき、 メーターが完全になくなるか、奈落などに落ちると1ミスで、マリオの残数が減る。残数が0の時にミスしたら、ゲームオーバーとなり、タイトル画面に戻るか、セーブした状態からやり直すことができる。ライフメーターはコインを取ると回復し、1アップキノコを取ると、フル回復。水中では、コインか気泡を取る、もしくは、息継ぎをすると回復。なお、 前作では落下する高さや攻撃によって、ライフのヘリが異なっていたが、今作では、コロナマ運転の障害物に触れた時以外は、一つずつしか減らない。本作はヨッシーも登場する。ヨッシーの卵を持ったニセマリオを倒すことで、出現するようになる。乗ることができ、乗っている間は、口からジュースを発射可能。ただしヨッシーに乗るには、卵の吹き出しに描かれた、 欲しがっているフルーツを与えて卵を孵化させる必要がある。胃袋メーターは時間が経つと減っていき、ジュースを発射しても減っていく。また、本作のヨッシーは水が苦手であるため、水に入ったり胃袋メーターが空になったりするとヨッシーの体が緑色になってその場で消えてしまう。落ちているフルーツを食べて補給でき、フルーツによって体やジュースの色が変わる。また、 本作で探すのはスターではなく太陽の形をした社員である。社員を集めると少しずつドルピック島の太陽の光が強くなる。社員を一定数集めるとマリオがサングラスをかけたりアロハシャツを着たりすることができるようになる。数分間操作せずに放置すると座って寝るが一定時間をそのままにしておくと寝転んで眠ることになる。本作以降は眠っている時に ズズズ、このマークがつくようになり、いびきの音もリニューアルされている。中心の街ドルピックタウンから、8つのステージに移動し、クリアしていく形となる。各ステージは8つのストーリーからなり、ストーリーの違いにより、同一マップのステージの状況が逐一変化していく。1つのストーリーで最低1つの社員が取得できる。他、隠しステージや、コイン集めなどで取得できる。 社員は119個以下で通常をエンディングだが、全120個の社員を集めた後にもう一度クッパを倒すとパーフェクトクリアでハッピーエンディングとなる。なお、ストーリー7は全ステージでニセマリオを倒す条件に統一されている。背中に背負ったポンプを用いてゲームを進めていく。画面右下にポンプメーターがあり、放水するごとに減っていく。補給は水中で、 R ボタンを押す、吹き出す水に触れる、ペットボトルを取得する、ノズル交換のいずれか。以下の3種類のノズルは、ドルピックタウンやコース上に存在する各種、ノズルボックスで1つだけ取得でき、ノーマルノズルと切り替えることができる。他のノズルと切り替えたい場合は、その都度、ノズルボックスで取得する必要がある。ドルピックタウンにある、ノズルボックスは条件を満たすと使用できるようになる。 各ステージの半透明ボックスはコース内のどこかにある実体化したボックスのノズルをそのステージ内で入手、セーブすればすべて実体化し、それ以降はどのストーリーでも実体化している。取得コイン数は青、黄、赤と別々にカウントされる。北米版には声の追加など様々な微調整が行われている。その後に発売された欧州版にも同様になっており、 日本高基板ディスクにも一部取り入れられている。2020年9月18日に、任天堂から任天堂スイッチ専用ソフトとして、本作と、スーパーマリオ64、スーパーマリオギャラクシーの3本を収録して2021年3月末までの期間限定で発売された。多言語対応しており、全言語において、北米版及び、 日本後期版の変更点が取り入れられているほか、ボタンの割り当てや HD 解像度への対応や、画面比率が4、3から16、9へ変更するなど、Nintendo Switch で遊びやすいように少しずつリニューアルされており、11月17日に配信された更新データでゲームキューブコントローラに対応した。このデータによりカメラのリバース化が可能になるなどで、 操作方法は概ねゲームキューブ版と同じになったが、ボタンの表示は前のままでゲームキューブ版には変わっていない。また、3本のソフトのサウンドトラックの曲が聴ける。サウンドトラックには本作のステージ曲のほか、北米版や後期版で使用されたモンテマンレース専用 BGM や各ムービーのイントロ、差分などが収録されている。全曲音源化されたのは初めてである。 本作はゲーム評価から高く評価された。イグンはゲームプレイを快適にする背中のポンプを称賛、ゲームスプイは多彩なアクションと美しく造形された環境と述べた。任天堂パワーは本作をグラフィックと音楽に優れ、レイアウトが絶妙、面白いムービーシーン、独創的なパズルと称賛、満点のスコアを記録した。ゲームプロはゲームデザインに優れ、 バラエティに富んだゲームプレイ、創造性、生涯の傑作と賞賛、満点のスコアを記録した。ゲームインフォーマーは本作を、おそらく、マリオ史上最高のゲームと述べた。computerandvideogames.com はスーパーマリオ64により優れていると述べた。オフィシャルニンテンドーマガジンでは、 任天堂全世界最高のゲーム100において46位にランクインした。L ゲームはスーパーマリオ64からスーパーマリオサンシャインの6年間でプラットフォームゲームはより壮大となりよりインタラクティブでより美麗になったと評した。だが複数に分けられた世界のアイテムを集めるという主な要素は変わりない。なので本作は続編に期待がかかる機能強化のほか、 多くの新しいアイデアが生み出されたわけではないので、失望したと語った。いくらかの批評家は特定の側面に注目した。ゲームスポットのジェフ・ゲルストマンは、ポンプやヨッシーなど要素を批判、単なるギミックであるとした。ゲルストマンはカメラワークについても不満を述べた。ゲルストマンはゲームが洗練されていないと感じ、コンピュータービデオゲームズのマットウェールズも同じ感想を述べている。 日本ではゲーマガの満足度ランキング横丁のコーナーで2009年に読者投票として行われた期待外れだったゲームで116 11位にランクインしている。日本では発売4日間で40万本を売り上げた。アメリカでは発売後10日間でプレイステーション2のグランドセフトオート3、Xbox のヘイロー、コンバットエボルブを上回り、 任天堂 t e n 64よりもゲームキューブの販売を伸ばしつつ35万本を売り上げた。ヨーロッパでは発売後1週間で17万5000本を売り上げた。日本では2002年10時時点で62万4240本を売り上げ、年間第2位のベストセラー作品となった。ザ NPD グループ調べでは2002年のアメリカ国内で10番目に、 売り上げの多かったゲームだった。2003年、プレイヤーズチョイスシリーズの一つとして再発売された。2006年7月時点で250万本を売り上げ、アメリカのみで8500万ドルの収益を上げた。ネクストジェネレーションは2000年1月から2006年7月の間に発売された PS2、XBOX、ゲームキューブソフト中で9番目に多く売り上げた。 作品としている。2006年6月時点で全世界販売本数550万本に到達している。本作はすべての BGM を収録したオリジナルサウンドトラック CD は発売されていない。しかし、任天堂の限定 CD やマリオの記念 CD などで本作の楽曲のいくらかが断片的に一部収録されている。ありがとうございます。